西田の iPhone に入ってるアプリを全部消そう。この企画はですね、あの西田の iPhone に入ってるアプリ、それを、気づかれないようにこっそりちょっとずつ消していって、どのタイミングで気づくのか、最後まで全消しはできるのかというのはやっていきたいと思います。急げ急げ急げ。1994070で。開いた。西田の英語撮影でした。開いた。西田の英語撮影でした。このうにょうにょゲームやってないと思う。やってない、携帯アプリやってない。多分何かで撮ったやと思う。削除します。はい、消しましょう。ちょっとね、行きたいと思います。こいつタクシー使わないんで、タクシー消します。まあ、そんな言うほどロケも多くないんで、アナも消します。消していきたいと思います。カラオケ館多分もう行ってないと思うな。消せる。スシローもダイエットしてるから消していいかな。あと1個行く前にちょっと LINE 見てみましょう。 LINE すごいな。やっぱ彼女さんから、毎日頑張ってて偉いぞ。朝一でラブラブでよかったです。ちょっと今ね、ラジオの直前なんで消していきたいと思います。まあ、ちょっとよくわかんない、編集なんかしなさそうじゃないですかこれ。うん、まあ、一旦消す。最初から入ってるやつ。うん、ウォッチみたいなやつもいらないでしょ、多分。確かに、まあ、押したことはないよね。ねえ、ほら、生きててやっぱ押さないか。逆再生のアプリもちょっと、こういうユーモアみたいなのも全部消します。珍しく西田だけが打ち合わせに来ました。先にね、何を見てたか一回見ましょうか。なんか見てる。 YouTube、 YouTube 何見てんの。配給見てます。めっちゃ配給見てる。パーティーちゃんの日常も見てます。あいつ、玉浦学園見てますね。巨乳ビーチフラッグデート、キモあいつ。玉浦学園見てる。リナちゃんの巨乳ビーチフラッグデート見てる。本当だ、きっしょ。じゃあ大学お笑いの後輩の、そういう目で見てるんですね、やっぱりね。あー、ファミマのネットワークプリントに対して使わない、うん、使わない。だいぶ減ってきてるけどな。ペイペイモールも消しましょう。うん、消しちゃおうか。何、アレクサ。アレクサ大丈夫かな。持ってないか。ここら辺だってやっぱ手で消しちゃったって思えるから。あいつ収録始まったから、どれにしようかな。これ迷うのよ。うわ、マジ迷うな。いや、どこでやってんだよ。そうこう、テレ朝の。でもここしかないから。あいつコピーなんかしないよな。いい、とりあえずネットプリントコピー1個消します。はい。で、このコピーだけあってもあれやから、うん、コピー関連どっちも消します。ちょっと私も消していい。これ何個もいけるで。あ、もうこの DK なんていらないでしょって。でも元々入ってるやつやんな、これ。元々入ってるやつ。じゃあもう数はね、把握してないはず。ボックスごと消さないかな。これごと？いや、すごい。3、4、5、6、7、8。あ、Dポイントわかんないからやめとこ。あ、Dポイントね、もしかしたら、うん、これももうやってないんじゃないかな。カルチョバット A、 カルチョビット A か。ああ、もうやってないので。なんかラジオの話に出たやつね。うん、サッカーのアプリ、うん、はい。消しても消しても気づきません。多分自分の手が触れちゃったと思ってるんでしょう。で、今ね、ちょっとあの、私がリモート取材受けるから、その様子撮りたいねんけど、ちょっと足りひんなーってマネタクが。充電がね。うわー、これ iPhone 足りひんな、ちょっと西田いけるとかして自然な形で取り出すことができました。西田今、うんこチャンネルのタイアップ撮影、タイアップ撮影というので外に行ってますから、ゲットしました。今日全部消したいと思います。長押しして、フェイスタイム消せんねよ。消せます。はい、天気なんて知りません。天気今これだけ。Tinder と LINE どっち消す？でもこの2つだけ残してたら怒らんのちゃう？確かに。なんかこれのどっちかとかやったら怒りそうな、ギリギリやと思う、ね、どうだろうな。いや、でも私こっちの方を消したら怒ると思う。 Tinder、 T
Tinder だけ残そっか。じゃあだってファンの人かわいそうやん。でも LINE はまあね、彼女さんのためにも Tinder 消します。はい、 LINE だけになりました。いいよ。これを、うんうん、一番必要なものだっていうことでここに戻しといたよ。あ、いいや、収まり。こうしよっか。うん、これでいいわ。はい、ごめん。あなたなんだっけ、リモート会議。リモート会議ある。リモート会議、俺のパソコンでつなぐわ。俺の携帯なんかした？俺の携帯なんかした？俺の携帯なんかした？なんで？アプリ1個もないんだ。やったなお前。消すなお前アプリ。アプリ！LINEしかねえぞ。アプリが消すなお前。人のアプリ。大事なやつもあんだろうお前。アプリがもう1個しかないの。ないよ。LINE しかない。じゃあいいじゃん。いや、よくねえよ。お前、Tinder 消えてんじゃねえか。うわ、そっちか。そっちだったか。Tinder 消えてんじゃねえか、お前。うわ、そっち残せなかったか。Tinder 様だろ、お前。ちょこちょこ前から消えてるなとは思ってたよ。あれ？タクシーアプリとか。やっと勝手に行ったわ、お前。iPhone アプリ勝手に消えるで何度検索したか。俺がパリーのかと思って。LINE しかねえじゃねえかよ。何から始める？あの、アプリをダウンロードするみたいなさ、アプリストアみたいなやつもないから。確かに。こっからその、どう前進すればよ、これ。アプリストアも消した。アプリストア消したらもう、マジで、これからもう動かないよ。アプリ入れられないじゃん。お前、何その、復旧の可能性まで全部消してる。皆さんもご自身の、デバイス、セキュリティをしっかり、考えるようにしましょうね。なんでお前俺の、ま、パスワード知ってんだよ。199407。簡単すぎるだろ。94年生まれの7月でしょ。24まで入んなかったんだよ。みんなこういう簡単なパスワードだと私が全部消すからね。なんだこいつ。気をつけてね。ウイルスじゃねえかよこいつ。そういうウイルスじゃねえかこいつは。インターネット上の。